し込む時の中で肌寒い風なんて僕も忘れ、睡眠も抜け思い溢れ、熱いこの胸今年初で桜の花びらが舞うこの季節、まずは挨拶からするつもりです。おはようございます、お交わします、ほらみんな仲良く話しだす。窓から差し込んだ木漏れ日の受けよう、どこで見ようかと広がるもずっと窓見しなく胸高まる、果てはなく夢広がる。